どうも、旅ってこんなもん TV のタカでございます。はい、今回なんですけども、今回ご紹介させていただくもの、奈良県の気軽にテイクアウト特集、イエーイ。久しぶり。今回はね、奈良県でテイクアウトできるお店をね、ご紹介させていただくんですけども、まあこちらね、まあ大型チェーン店とかに関しては省かせていただきます。で、まず情報なんですけども、皆さんテイクアウトって言ってもね、結局自分で取りに行かないといけないっていうところで、ちょっと面倒くささとか感じられてる方いらっしゃると思います。もちろん僕もそうなんですけども、実は今特別処置っていうのが取られてまして、タクシー会社が宅配してくれるようになってるんですね。とは言っても送料高いんじゃないのって思われる方いらっしゃるかもしれないんですけども、意外にそんなことないんですよ。もちろん距離によっては変わってくるんですけども、思ってるより高くなくて、500円とか、まあ、600円700円ぐらいがほぼほぼだと思います。ただ2点だけ注意事項がございまして、まず宅配できる対象エリアが決まってますので、そちらは奈良テイクアウトさんっていうサイトに載せてあるので、こちらを参考にしていただければと思います。で、2つ目が、あくまでもタクシー会社が飲食物を運べるのが、その特別処置っていうのが行われてるからであって、そちらの期限が一旦13日までになってるので、特別処置が伸びれば、まあおそらくまた延期されるのではないのかなとは思うんですけども、とりあえず一旦は13日までですので、それ以降がどうなるかは今現状分かっておりません。前置きをね、長々説明させていただいたので、もう早速本題に入っていきたいと思います。では1店舗目。もつついさんです。こちら奈良県奈良市新大宮の方にあるもつ鍋のお店で、 JR 奈良駅の近くに2号店があるんですけども、そちらではなくて新大宮の方です。で、こちらのもつがもう厳選された旨味、あとホルモンの甘みをたっぷりと含んだ新鮮な山形県産のもつで、一切臭みがなく、噛めば噛むほど甘さが口の中で広がってくれるもつになっております。で、だしは自家製の牛骨だしで、大きな鍋に8時間以上野菜と一緒にじっくり煮込んだコクのあるだしです。で、そんな本格もつ鍋がテイクアウトできちゃうんです。こちらにもあるように、もつ鍋セットは塩、白味噌、辛味噌のだしから選ぶことができまして、野菜ありなしも選ぶことができます。で、また一人鍋もね、販売予定とのことですので、一度お店に問い合わせていただければと思います。こちらが真空冷凍状態で提供させていただけるので、すぐに食べなくても大丈夫です。とにかく本格もつ鍋をテイクアウトして食べたいって方はめっちゃおすすめなんで、ぜひ一度ね、購入していただければと思います。てか、確かに本格もつ鍋パーティーでしてみたいよね。てか、学生の時に流行った言葉で、鍋パとかタコパってあると思うんですよ。〇〇パーティーの略なんですけど、僕らの友達の中で流行った言葉がありまして、ダルパとかヤバパって言葉が流行ってまして、何の略語かわかりますか？次いきます。2店舗目、ラーメン7横田店さんです。こちら奈良県大和郡山市にある、まあ、24号線沿いのラーメン屋さんで、以前こちらの動画でもご紹介させていただいたんですけども、なんといってもこちらのお店、テイクアウトだけじゃなくてドライブスルーもやってるということで、すごい珍しいですよね、ドライブスルーやってるラーメン屋って。スープは豚骨と鶏ガラの白湯スープで、こってりなのにしつこさがなく、めっちゃ美味しいです。麺は自家製の細ストレート麺か中太麺を選べるんですけども、ただテイクアウトに関しては選べるかっていうのが今のところちょっと分かってないので、そちらも電話で確認していただければと思います。で、ラーメンはレンジでチンで簡単にできちゃうらしいので、そちらは本当に一人暮らしの方とか嬉しいですよね。すぐできるんでね、はい、ドライブスルーで思い出したんですけども、学生の時に確かドライブスルーを自転3店舗目、自然を食べるご飯屋、虹色カフェさんです。奈良県生駒市真由美にあるオーガニック超健康弁当がテイクアウトできるお店です。普段はカフェです。ちなみにこちらのお店は野菜ソムリエの資格を持たれた方がオーナー様で、とても美味しい野菜料理を提供してくださいます。最近野菜食べられてないなとか、美味しい野菜食べたいなって方はとてもおすすめかなと思います。農家直送の無農薬野菜をたっぷりと使った栄養バランス満点のお弁当がテイクアウトできまして、野菜そのものの美味しさも感じられますし、何よりもお弁当はキッズ用もあるので、お子様にも嬉しいかなって思います。で、また日替わり弁当ってものもご用意されているので、毎日を飽きさせないために工夫されているお店です。お子様がいらっしゃる家庭にもね、ぜひおすすめのお店だと思いますのでね、一度ねご購入して食べてみてください。全く話は変わりますが、ダルパやヤバパっていう言葉の他にも、
ダルパターゴルフっていう言葉もございまして、使いどころはおそらく整備全くされていないゴルフ場に2回目以降に行った時に言う言葉かなと思います。4店舗目、牛肉バルポロットさんです。奈良県天理市川原城町の天理駅の近くにある肉バルで、なんといってもリーズナブルなのに美味しい丼が購入できるお店です。ステーキ丼、ローストビーフ丼、牛タン重がなんと1000円未満で購入できます。で、他にも A5 ランクのお肉が入ったおうち肉セットっていうものも販売されてたりだとか、またなんといってもこちらのお店、スーパーでは購入できないソムリエが厳選したボトルワインのテイクアウトも可能です。あのスペイン産の辛口ワイン、ドンロメロとか、ドイツ産の甘口ワイン、プリカッツとか、南アフリカ産のカセドラルセラーとか、モハメドサラー、まあまあ僕もあまり詳しくなくて全然わからないんですけどね。で、あともう一つびっくりしたのが、こちらね、店頭価格よりもテイクアウトの方が 20% オフでワインを購入することできるんですよ。こちらは全てホームページ上からご注文することができます。で、またクレジットカードとか電子マネーとかも使うことできます。ぜひね、購入していただければと思います。スペインといえばアドリアン、あとペドロチリベジャ、ドイツといえばクロップ、まあ一応カリウス、南アフリカってわからんな。ちなみに日本といえば南の匠。こんな時代だからこそみんなに届け、ゆるネバーわかるらん、ゆるネバーまあ、今回はね、テイクアウトできるお店をね、4店舗ご紹介させていただきましたけども、いかがでしたでしょうか。まあ、普段なかなか足を運ばないお店も、テイクアウトだからこそ逆にテイクアウトしてみようって思うケースもあると思うので、お近くをね、通られた際はこの動画をね、頑張って思い出してテイクアウトしてみてください。今回もご視聴ありがとうございました。また今後ともいろんな動画を上げていきたいと思います。アンケートもありがとうございます。旅ってこなもん TV のタカでした。バーン。この動画が良かったと思う方は高評価、今後も見たいと思った方はチャンネル登録よろしくお願いします。あと